実際社会の中には格差はあるわけですよね。格差は存在していて、要するに言葉が古びてもその社会の現状それ自体が良くなったということから耳にしているわけではなくて、でさっき岩渕さんが言われたように、派遣切りというようなこともあって、で一時期そのさっき岩渕さんが言われたように、岩渕さんに取材が殺到したりした頃っていうのは、本当に私も覚えてますけど、毎日のように若年ホームレス、若い人のホームレスになった人をテレビで追っかけたりとか、派遣切りの被害に遭った人たちのお家を訪ねては、いろんな人からインタビューをするというような番組が目白押しでしたけれども、その状態が何かが好転したわけではなく、良い状態に何か変わったわけではないのに、もうその珍しい状態が終わったので、マスコミの報道としてはもう全然鳴りを潜めて次の問題に移っていくっていう、そういう状況だと思うんですね。あなた努力してないじゃないですかとか、やっぱりそれなりに成功した人はそれなりの努力をしてるから実を結んでるんだとかいうふうな、ご意見っていうのも結構あったんですね。で、しかしながら同時にですね、また別の方は、これはその個人に必ずしも期せるものではなくて、やっぱり社会の仕組みだとか、あるいはそのいわゆる、さっきからの話で言えば勝ち組と言われている人たちがシステムを作るというところのポジションにいるので、それで、でましてやその若い人たちっていうのは人口が相対的に少ないから、今の多数決の世の中ではそういう人たちの意見が反映されづらいので、そういう今の若い人たちの例えば雇用だとか働きがいだとか、そういうことを、きちんと汲み取るような仕組みがないのじゃないかと。だからそこを変えていかなくちゃいけないんだ。要するに社会の仕組みだとか、政治の在り方だとか、そういうことを変えていくべきなんだと。いうふうな意見とか、大変興味深かったんですが、で、どっちが正しいとかそういうことではないと思うんですが、例えばそういう2つの意見について、お二方もいろいろ考えるところはあるかと思うんですけど、そういうことについてはどうですか、お考えとして。岩渕、平野さんですか。難しい質問ですね。実際社会の責任とか個人の責任っていう話なんですけど、両方で問わなきゃいけないというか、だからその個人の責任だけでやってもダメだと思うし、社会の責任だけでやってもいけないと思うんですよね。というのは、だから例えばさっき努力すればとかそういう話があると思うんですけど、実際じゃあ全員努力すれば、例えば全員努力すればじゃあ全員公務員の試験が受かるのかとか、全員弁護士になれるのかとか、そういう話じゃないじゃないですか。絶対どっかでやっぱ割り食う人間がいるわけであって、で、そういう人たちに対して、いや、お前努力足んねえからだよって、本当に心の底からそれを言っていいものかどうかっていう話になってくると思うんですよね。じゃあ要するに、だから個人の責任なんですかっていう話の時に、みんな同じように努力してそれなりにやってるわけで、もっと言えばたまたま運が悪くてこっちなのかもしれない人だっているわけだし、たまたま運が悪くてなれなかった人もいるわけだし、で、もっと言うと、実際非正規なんかっていうのは、実際僕の知り合いなんかもいたんだけど、正規で受かってても、例えばやっぱ職種を希望する職種が受かったとこが非正規だけどあったから、いつか頑張れば正規になれるっていう夢を持ってやっぱ抱いてる人間もいるわけですよね。で、そういう人たちにも確かにそこで努力しなかった結果非正規になれないっていう可能性もあるんですけれども、もっと言うと、その甘い、要するに非正規という形を作って甘い汁吸って悪い人間だっているわけですよ、社会として、枠組みの中で。そういうのを両方側面として見ない上でやらない限りは、そういうことを見ない上で、ああだこうだ言って、いや個人の責任っていうのは一番危ない気がするんですよね。これからもしや、その、もし社会に出てくるのであれば。というのは、だから実際さっき言ったように、僕自身も本当にびっくりするぐらいで、本当妙な落とし穴が本当にあるわけだから、いや自分は絶対ならないよと思ってても、やっぱなる可能性は紙一重的なもんでもあって、やっぱあると思うんですよね。それに対して、じゃあ自分はそうなった時は、考える必要はないですけれども、ただもし例えば知り合いにそういう人がいたらとか、そういう時をちょっと少しだけでもいいから考えて、その時に何をすべきかなとか、どういう社会だったらいいかなっていうのを考えていくっていうのは、学生っていうのもあるんで、余裕はちょっと、かなり就活でいっぱいいっぱいだとは思うんですけれども、そういうのを少しは考えてながら、生きてもいいんじゃないかなっていうのは、ちょっと偉そうかもしれないですけど、ちょっとは思いますね。なんだっけ、何の話でしたっけ。
ああ、そうかそうか。ですね、僕は多分映画を見た方は思ったと思うんですけど、努力が足りてなかったと思います。今介護の仕事始めて、あ、この仕事はいいなってやっと素直に思える仕事に出会えたんですけど、それまで、まあ、派遣、ずっと派遣やってていろんなことをやってきたんですけれども、どれもこれもダメだった、ダメというか合わなかったんですね。だからその中で何かこうキャリアアップというか、隣のやつより、いい成績を収めてやろうっていうような気持ちに全くなれなかったんで、その営業の仕事した時もあったんですけど、でかつ、じゃあ映像の仕事をしたかったからどうしたくて、で今なんか映像のなんかアイドル撮ったりとかそういう仕事をすることもたまにあるんですけども、やっぱり自分のやりたいようにできないし、その上のプロデューサーから言われた企画通りのことをただ進めるだけだったりで、全然面白くないんですね、それは。作っててもそれを作り終わった後も何の気持ちにも良さもなくて、だったらその介護の仕事の方がいいなというふうに思ってます。で、映像っていうのは金にならないけど自分の、まあこれソナフリカの後に、全然こう50歳ぐらいのおじさんと二人旅したっていう、作品を作ったんですけど、そういう誰も興味がないようなものに僕は興味があって、そういうのは作っていて楽しいんですけど、やっぱりいろんな人が鑑賞するような、映像作りは面白くないので、食い口として映像をやっていくっていうのは僕は向かないなっていうふうに思っています。なので、何ていうのかな、例えばこうゲームが趣味でそのゲームを仕事にしたいっていう人とかもいるかもしれないですけど、それが仕事になった途端全然面白くなかったり、自分のやりたいようにやれなかったりっていうのは往々にしてあって、でそれは自分がその会社の中でトップになればとか上に行けばやりたいようにやれるっていうこともよく言われるんですけど、そこまでのこう努力というか我慢というか意地をキープできるのは、またさっき言ったようなこう波をずっと乗り越えていかなきゃいけないんで、まあ大変だろうなというふうに思っております。なるほど。つまり努力をしろって言ったって、それは自分が努力できる場所と全然努力する気にならない場所とはあるというような感じですよね。あの映画を見てですね、派遣社員でもその非常に単調な仕事しかしないあの職場でもですね、そこでその努力を放棄せずっていうか、そこで頑張れば、その職場の人間関係とか、仕事とかね、そういう職場の環境を変えられるのではないかという、そういうご意見があったんですね。で、果たしてそういうことがあり得るのか否かみたいなことについて、どうでしょう、実感として。ですね、その派遣のキヤノンの工場にいた頃に、なんだっけな、その埼玉の工場で働いてたんですけど、その前に高崎、群馬県の高崎のトレーニングセンターというところで3日間、トレーニング、まあ、その本当に座学だったり、挨拶の研修だったりっていうのを丸3日間やって、その後にそのキヤノンの工場に派遣されていったんですけれども、その3日間の研修中っていうのは給料が一切出なかったんですね。いくらだったかな、なんか5000円とか、確か3日間で5000円ぐらいの、お金は確か出たと思うんですけど、でそれについて怒ってるおじさんがいたんですね、職場のおじさんで、派遣社員のおじさん でその人がロッカールームで、あれおかしいんじゃないかっていうことをこうみんなで喋ってたんですけど、みんなもう仕事場で疲れてるから帰りたいって帰ってくるんですよ。で僕は、興味があったんで、そのおじさんについて行っていろいろ話を聞いてたんですけど、やっぱその群馬県の最低賃金、最低時給というか、その最低賃金よりもやっぱり下回ってる給料がその3日間での、給料でだったので、研修とはいえどやっぱおかしいということを言って、労働基準局にも相談にも行ったらしいんですけど、それはもうその直接会社と交渉して出してくださいっていうような話になったんですね。それで、その派遣会社の社員3人か4人か5人ぐらいと、僕とそのおじさんとで、なんか食堂みたいなところで、お話をする機会があって、その時にまあ、そのお金の問題もそうですし、派遣社員っていうのは、なんだっけな、監督してる人を、ちゃんと掲示しておかなきゃいけないとか、それ掲示物っていうのはいろいろあるんですけれども、そういうのも一切やってなかったので、派遣とはいえ僕らは人間なんだから機械のように扱うんじゃないっていうことをその
社員たちにそのおじさんがすごい怒ったというか意見を言って、でその、派遣会社の人たちは、まあ、その会社のやってることであんまりこう非を認められないっていうのがあったので、まあ、ちょっと今後、より良くしていきますっていうことで、お話があって、で翌日に実際その監督を掲示するような掲示物があってきたのと、あと僕とそのおじさんにだけ封筒にその3日間分の給料っていうのを入れて持ってきて、これはみんなに言っちゃダメだよって言ってもらったっていうのがあるんですね。でまあ僕それいろんな人に言ったんですけど、他の人たちはそれをまたその社員にいちいちこう交渉というか話しに行くっていうのが面倒くさくてできなかったっていうのはありました。はい、あこの話はあの本で読みました面白いなと思いながら、まあ、読ませていただいたんですけど、まあ、一応その職場環境を変えるっていう、まあ、お話とかご質問なんですけれども、まあ、実際一人じゃなくてやっぱ限界があるわけで、一人で、まあ、いわゆる会社の社長相手に社長ちょっとこんなおかしいよって言ってもやっぱ突っ返されちゃうんで、だから大事なのはやっぱりみんなで話し合って、まあ、さっきまあちょっと、まあ、結構まあ暑苦しいし面倒くさい話なんですけれども、まあ、実際でもその、まあ、でも一つの声がみんなで集まってみたいな、まあ、変な臭い方をすると、まあ、実際そういう、まあ、昔のいわゆる労働組合的な古臭い言葉での団結っていうんですけど、まあ、そういうの、まあ、ある意味確かに面倒くさいしすごい臭いしな暑苦しいなと思うんだけれども、実際そのいろんな人たちが集まってみんなで知恵を出し合うっていう、でまさにそれがまあいわゆる労働組合なんですけど、やっぱそれは一つの可能性としてはやっぱあると思うんですよね、社会というか会社を変えていくのは、まあ、実際その組合作って会社と交渉するというのは本当法律上でも認められていることなんで、別に違法でも何でもないわけですよね。だからそういう意味でもやっぱその法律を生かした中で、まあ、一つの答えとしてまあ労働組合というか、まあそういうみんなで力を合わせて変えていくっていうのは可能性としては見えてくるんじゃないかなとは思います。